こんにちは、TM コアです。今日はですね、我が家の先日ねお迎えしました、我が家の化石流、フルゴールデンの、ゴールデンヘッドというね、化石流、ご覧いただいている、金ピカのね、化石流をお迎えしたわけなんですが、今日はですねちょっとこんなものを買ってきました。餌のカエルですね。これはですね今まで使ってた、ツメガエルっていうのとちょっと違って、これはですねウキガエルっていうカエルですね。これはですね完全あの水性のカエルじゃなくて、水に入れると、表層をですねに浮かんでるというカエルらしいです。私もこれまで一回もね与えたことないんで何とも言えないんですが、これをねちょっと与えてみたいというふうに思います。じゃあ早速ですけども食べるかな。この子ね今まで、ワームなんかはよく食べたり、あとクリルもちょっと口にするぐらいで、あとあれですね、コオロギなんかも食べますね。ちょっと一匹ねちっちゃめのカエルなんで与えてみたいと思います。食べてくれるかな。よっ、食べた？あれ食べてないね。食べてはいるけど食べてないな。ちょっともう一匹与えてみるか。食べないの？なんでよ、せっかく買ってきたのに。1匹70円食べてみ、美味しいかもよ。食べてみ。食べない。餌と認識してないですね、これはね。餌として認識してませんね。餌だって感じで食べましたね。ちょっとでかいのかな。飲み込めなくてなんか暴れてる。食べた。よし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 。
ちゃいな。これはちっちゃいから、もういけるな。いいですね。あのツメガエルは下に潜っていって、下にじっとしてる感じなんですけど、このウキガエルは常に上にいる感じなんで、まあアロワナにとってみれば食べやすいかな。ツメガエルもね、まだうちストックあるんですけども。もうなんかストックしてる間にでかくなっちゃって、ちょっともうね食べられないサイズっていうか、食べやすいサイズではなくなっちゃったんですよね。なんかだいぶでかくなっちゃって、どうしようかな。このカエル、あれ食べないね。ちょっともう食べないですね。2匹食べました。まだね、まあ2匹食べたからまあいいとするか。まあまたお腹が空いたら食べるかもしれませんね。今日、まあ近所の、ホームセンターでですね、この今見ていただいている水槽の後ろ側にですね、白い、ボードを買ってきまして、でそれをまあ立てかけるぐらいの感じで、全然貼り付けもしてないんですけど、ただ、壁とこの、水槽の間にですね立てかけるような感じで、今こういう感じの白水槽に、完全な白水槽っていうかバッグをね白にしました。サイドはもうそのまんま透明のまんまなんですが、後ろがね今ね窓があったんで、ちょっと変なガチャガチャした感じっていうのがあったんでね、白いボードを買ってきて、で白水槽っぽくですねしました。まあすっきりしましたね。こんな感じですね、今日はね。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。